大金をかけたギャンブル、喜劇の人狼が行われる喜劇の館。その館には研究所があり、怪しげな実験が日々行われていた。研究所で人類人狼化計画の研究に取り組むモーリー博士。博士は明日、館で行われる喜劇を楽しみにしていた。端麗な容姿である博士はファンも多く、手のひらを上に向け腕時計を見る姿のプロマイドを数万の値がつくほどだった。明け方5時、見回りをしていた警備員が研究室のドアを開いているのを発見し、不審に思ったため研究室の中を覗くと、そこには首を絞められて殺されたモーリー博士の死体があった。ごきげんよう、その一言がモーリー博士の最後の言葉となってしまった。しかも研究中だった人狼ウイルスは研究所からなくなり、空の注射器が落ちていた。殺人犯は人狼ウイルスを自分に打ち、人狼に変化している最中なのだろうか。人狼を放置すれば、博士以外にも被害者が生まれる。盗んだ犯人を見つけよう。モーリー博士の足取り。喜劇の参加者に興味があった博士。どうやら博士は昨晩20時から、喜劇のメンバーの誰かと話すためメンバーの部屋を訪れたようだ。その後21時30分に博士は研究室に戻ってきた。その後留守番をしていた研究員が部屋を後にする。博士が殺害されたのはこの21時30分以降だ。遺体の状況、後ろから首を絞められているようだ。首に引っ掛け傷があり抵抗した跡はあるが、研究室に争った形跡はない。凶器と思われるロープが現場から見つかっているが、凶器からは犯人の足取りが追うことはできなかった。研究室の床は血痕など汚れは見当たらなかった。遺体発見後、研究室を調べると空の注射器が転がっていた。おそらく人狼ウイルスを体内に注射する際に使用したと思われる。ゲームについて、20分間皆さん話し合いを行ってください。その話し合いで人狼と思われる人を見つけてください。そして皆さんが決めた人狼ウイルスを盗んだ犯人、その人を処刑させてもらいます。こちらの捜査本部の方で捜査の進捗は5分ごとに報告させていただきます。俺はラバ、詐欺組織に所属している。オスから指令を受けこの館に来た。ここに来た理由はただ一つ、金を稼ぐためだ。だが以前借金の取り立てで脅していたニーナがいることには驚いた。俺は自分が利益を得られれば他人がどうなったって構わない。ひねくれ者なんかじゃない、効率的だろ。ボスからこの館で奇妙な実験をしていることは聞いていた。人体を変化させ無敵の力を手にすることができる。もし俺にその力があれば、嘘っぱちの家族なんかに頼らなくてもいいのにな。ニーナです。お父さんの作った借金を返すためこの館にやってきました。ラバーは借金を取り立てに来た連中の仲間だったんだけど、同世代なのにそんな組織で働くラバーのことが少しだけ気になってる。人の本質を見抜く能力があるなんて言われるけど、実際はどうだか。モーリー博士は恋する乙女みたいに見えたな。ラバーからこの館で行われている実験の話は聞いた。聞いた時は映画のような話と半信半疑だったけど、本当に人体実験が行われていたなんて。もしかしたら父さんを。
アリスよ。ニーナの同級生。家や学校での素行が悪く、親から見捨てられこの館に連れてこられている。笑っちゃうわよね。ニーナの父親が自殺した時も、よかったわねなんて言っちゃったくらい。そう、大人を憎んでいるわ。推薦者って何よ。こんなおんぼろな館に連れてこられて、壁も薄いし、廊下に出たら部屋の喋り声まで聞こえちゃうじゃない。全部全部嫌い。大人なんて全部いなくなればいいのに。俺の名はハーリー。どうして喜劇の人狼に参加してるのかって？聞いてくれるのか？後輩と二人、バイク修理店を経営していたんだが、資金を持ち逃げされちまってな。大金が必要で参加している。他にもいろんな連中が参加してるみたいだが、いじめっ子のアリスってやつがいるな。あいつを見てると、まるで昔の自分を見ているようで、なんだか放っておけねえな。人体実験ね。そんなの粋じゃねえな。気に入らねえな。しかしそれでも人殺しはいけねえな。今なら拳一発で許してやる。さっさと名乗り出るんだ。20分間の話し合いをどうぞ。アリス様が発言していいかしら？聞いてやるよ。私思ったんだけれど、博士、モーリー博士ね、昨晩の20時から喜劇のメンバーの誰かと話すために部屋に行ってるそうじゃない。この中の誰かが怪しいんじゃない？なあ、それは俺だ。あなただけ？マナは？マナはモーリー博士とハーリーさんが喋ってるのを聞いたよ。そう、うん、じゃあハーリーだけだったのかしら。ニーナもラバーも特にその時間帯にモーリー博士と話してはいないのかしら。うん、ラバーはそうだな、俺は博士とは話していない。うん、じゃあハーリー、あんたが犯人ね。なぜそうなる。ただ俺の部屋で博士と話しただけで俺が犯人になるわけではないだろう。じゃあ博士とどんなお話をしたの？あんまり言いたくはないんだが、腹筋だ。腹筋？博士は筋肉フェチらしくてな、俺の腹筋を触らせてほしい、写真を撮らせてほしいという実質に来た。要件はそれだけだった。ハリー、あの、下手な嘘はいいから本当のこと言ってちょうだい。本当だ、嘘ではない。1時間半もそんなお話をしていたの？は？1時間半？マナね、マナがご飯食べ終わってお部屋帰るときに
誰かと喋ってる声が聞こえたの。それが20時くらい。でも研究室に博士さんが戻ってきたのは20時、21時半なんでしょ？ああ。いつぐらいまでそのお話していたの？時間なんていちいち見てないからな。まあ、それぐらい話したんじゃねえか？大事なのは、ハーリーが自分の部屋で博士と話していた。そっちの方じゃないのか？自分の部屋で？博士に呼びつけられたんじゃなく、ハーリーの部屋で話していたのか、それともハーリーが呼びつけられて博士の部屋で入っていたのか、話していたのか。結局そもそもマナが俺の部屋で話してるのは 見たのか聞いたのか。聞こえた。でその声は博士だったっていうのだろ。違うのか。誰かわからないのかしら。あ、うん、博士、博士、博士。待って、博士は20時頃に誰かの喜劇のメンバーのお部屋を訪れていたっていうのが警察からの情報で合ってる？そうね。うん。それからその後に21時半に博士は研究室に戻ったんだよね。うん。それは研究員が確認してるはず。うん。で、その研究員さんが出て行った後に博士が殺された。つまり21時半以降に博士が殺されたっていうことで合ってるよね。そうね。むしろマナは俺のアリバイを証明したことになってるぞ。いや、アリバイは証明してないわ。違うか。殺されたのは21時半以降だもの。ああ、その後に俺が研究所に行って殺したっていう可能性を言ってるってことか。その可能性はあるわね。動機がありそうなのがあんたくらいかなって思ったの。なんで俺なんだよ。博士と話しているから。そうね、博士は筋肉、あなたの筋肉を独り占めしたかったんじゃないかしら。だからって俺が殺す理由にはなってないだろう。お前ふざけてんのか。鬱陶しくなったんじゃないの？え？鬱陶しくなったんじゃないの？それぐらいで殺すか。あ、アリス様、天才だからちょっと気づいたんだけど、ニーナ、あんた、そうね、モーリー博士のことについて何か言ってたわよね。あ、そうね、最近じゃない。この前モーリーさんを見ていたときに、なんだかちょっとふわふわってしてるっていうか、なんか恋する乙女みたいな感じの顔をしていたのが少し気になっていて、だからやっぱりモーリーさんが殺されたのはなんかそれと関係があるんじゃないかなって思ってるんだけど、どうかな。背景って地上のもつれね、ハーリー。そう。お縄につきなさい。だからなんで俺になるんだよ。こちら、つうかそれを、こちら捜査本部、捜査の進捗を皆さんに報告いたします。空の注射器が発見されたのですが、どうやらこちらみんなが毛利博士の死体を発見した後、研究所を探っていた時に見つけたようです。おそらくこの空の注射器、人狼ウイルスを注射するのに使ったんでしょうね。では皆さん、また5分後に捜査の報告をいたします。ではどうぞ。ちょっと喋っていいか。うん。犯人はその空の、まあ、注射器があるってことから人狼ウイルスを自分に打ち込んだってことだろ。ってなったらさっきの地上のもつれっていうのは違ってくるんじゃないかっていうのを俺は言いたいし、なんならアリス、お前はその人狼ウイルスに興味があるって話してたよな、昨日。そうね、興味はあったけど、あなた先訂正していいかしら。地上のもつれじゃなくて地上のもつれよ。あんた額がないのね。やっぱりアリス様天才ね。ほら言ってみなさい、ハーリー。アリス様天才。うるせえな、小さいことをネチです。いいから答えろ。お前はウイルスに興味あったんだろう。まず自分の間違いを認めて、それから人は始まるのよ、ハーリー。リピートアフターミー。アリス様天才。アリス様天才。よくできましたね。そうね、私は人狼ウイルスに興味があった、ただそれだけ。これでいいかしら。何？貴様は21時半以降何をしていた？確認しよう。21時半以降、そうね、まあ、言いたくはないけど、そこの、なんだろう、額がない不良と喋ってたわね。誰かわかる？何時くらいまで？何時くらいまで？そうね、その時時計は確認していなかったけれど、話し始めたのが確か22時頃ね。
そうよね。だから俺も時計は見てねえけど、まあ喋ってたには喋ってたよ。でそこでアリス、お前がウイルスに興味があるって目をキラキラ輝かせてたんじゃねえかよ。まあそれはそう。アリスさんはなんでそれをハーリーさんとその話をしていたの？なんでって言われても、そうね、その話を流れになったからとしか言えないけれど、そっか。だから少なくとも22時から少しの間は私とハーリーは、そうね、モーリー博士を殺してはいないわ。逆にそうね、ニーナ、マナ、ラバーの21時半以降の行動を聞きたいんだけれど。うん、マナはね、探検してた。探検？うん、マナも時計はちゃんと見てないけど、ね、20時半にお部屋に帰った後に、でもやっぱつまんないなって思ったから探検してた。それで0時に、でも眠れないなと思って潮兄さんに寝かしつけをしてもらったよ。とはマナちゃんは一人でいたってことだよね。そうだね。でも研究室で研究員さんと会ったから、多分それは研究員さんがの、研究員さんは私が歩いてるのを見たと思うよ。さんと会ったの？うん。博士には会わなかったのか？博士は会わなかった。それ、ハーリーさんと博士さんがお話ししてるときと思う。あ、探検をしてるのかってことか？そう、探検した。それでその時に博士さんおらんかったけど、その研究室行った時に人狼ウイルスが置いてあるのを見たよ。それは何時頃かしら、わからないのかな。研究室に戻ってくる前だから21時半より前と思う。そう、あれ21時半以降じゃなかった、ごめんね。そう、では次ラバー聞きたいんだけれど、いいかしら。ああ。俺は21時半からニーナと会って会話していた。俺の部屋でだ。へえ、だからニーナと俺は殺してないと言えるんじゃないか。その時どんなお話をしていたの？ボスから聞いていた人体実験について話していた。ただ人狼ウイルスについてはちょっと知らなかったな。ラバーの部屋に行くときに博士と博士の姿を見たよ。何時くらい？何時？だいたい21時半から俺の部屋に来ていたから、それより少し前っていうことだろう。もしかしたら研究室に戻るときの博士を見たのかもしれない。うん、そっか。それどこで見たんだ？廊下。すれ違っただけだからわからないんだけど。あ、そうだ、その時にラバーの部屋と間違えてマナちゃんの部屋をノックしたんだけど、その時反応はなかったんだよね。でもそれは探検してたからってことだよね。探検してた。こちら捜査本部、こちら捜査本部、捜査の進捗を報告します。研究室の状況ですが、妙な痕跡はありませんでした。少なくとも人を殺した痕跡みたいなものは研究室から見つかりませんでした。犯人はおそらく時間をかけて証拠の隠滅を図ったのかと思われます。皆さんのお部屋も同様です。どこにも殺された痕跡はありません。またウイルスについてですが、最後に確認ができたのは20時頃にウイルスがあるのを確認し、それ以降あったかどうかは定かじゃないようです。それでは皆さん、残りあと10分です。お話し合いをどうぞ。と、アリバイがないのがマナちゃんだけってことでいいのかな？そうね。まあ、ニーナとラバー、そしてまあ私も、私とハーリーが共犯でなければそういうことになるけれど。ここで確認なんだが、研究所に行ったのはマナだけってことか？私だけ？
は行ってないよ。それは21時半以降っていうことよね。まあそうだな。モナ21時半より前に、そうね、ウイルスを見たのよね、マナは。うん。ニーナとラバは21時半から何時までずっと2人で話していたのか、もう一度教えてくれる？だいたい23時だな。だいたい23時。ニーナを見送った後、研究所の研究員に声をかけたら、マナが研究室内に迷い込んでしばらく遊んでいたと言っていたが、うん、探検してたからね。ちょっと時間が曖昧じゃないか？ん？ん？もう一回言って。探検していた時間を詳しく教えてほしい。マナあんまり時計見ないからわかんないんだけど、でも、あのね、マナね、大人の人にいっぱい遊んでもらったんだよ。その研究室で研究員さんに遊んでもらったのと、お部屋で使用人さんに絵本を読んでもらった。お部屋に帰ったのは何時か覚えてない。なるほど。うん。ちなみにアリス、ハーリーはだいたい何時ぐらいまで話をしていたんだ？そうね、いや、わからないわね。ハーリーの方はわかるかしら。何時までか。話し始めたのは多分22時頃だとは思うんだが、そんないちいち時間気にして喋んないからな。そうね。マナね、わかんないとこいくつかあるからそのお話していい？ああ。モーリー博士の手のひらを上に向けた時計のブロマイドが人気だったっていうお話を聞いたけれど、そんなに腕時計に何か意味があるのかなとか、あと、なんだったっけ、注射器？あと、殺したのは、なんだっけ、紐？絞殺ね。絞殺？首を絞められていたんだよね。首を絞められていた。そうね。だから、アリス様が推理するに、人狼ウイルスを盗んだ人間と殺した人間って別なんじゃないかしら。研究室に争った形跡はない。人狼になった人がモーリー博士をに襲いかかったら、さすがにモーリー博士も慌てふためくんじゃないかしら。何？だから、そこまでは考えられたんだけれど、でもわからないわね。よくお前その推理にたどり着いたな。殺してから盗んで注射打ったって考えないか？ああ、それもあるわね。いや、そうね、思ったのが、研究室に争った形跡はない。あんたの腹筋に恋をしていたモーリー博士だったら、それ、あんたのことを信じて、近くまで。いや、でもあんたに殺す理由がないのよね。ああ。何、注射器が盗まれていたっていうことは、何か盗む動機がある人っていうことになるよね。そうね。こちら捜査本部、こちら捜査本部。捜査の結果ですが、研究室のセキュリティ装置を解析させてもらいました。どうやら博士は生前そのセキュリティ装置を押したようだ。時間はわからないが、おそらく21時半以降に押したのだろう。その結果、博士以外に研究室に出入りしたのは3人いたようだった。では皆さん、人狼ウイルスを盗んだ犯人を見つけてください。どうぞ。マナ以外にもいっぱいいる。お前ら嘘つきばっかじゃねえかよ。マナ入ってないよ。マナ入ってないから3人いる。え、マナは入っていないん？え、だって21時半より前と思うよ、マナ。じゃあニーナ、ラバー、ハーリー、お前もじゃないか。ちゃっかり自分を抜かすな。
よ。私入ってないもの。その言い方だと近くまで行ったみたいな言い方だな。あんたはどうなのよ。俺は行ってない。ニーナは？は行ってないよ。まあ水かけ論よね。だがまあ一つ言うなら、アリス、お前が言っていた殺したやつと盗んだやつが別なんじゃないかっていうのは少し信憑性が出てきたんじゃないか。うん、三人もいるなら。他のやつらはどう思う？さすがに三人もいるんだったら、これ犯人は盗んだやつと殺人犯と別なんじゃねえか。その可能性もあるね。もう一回21時半からのから朝5時までの何をしていたか話さない？マナちゃん以外で。ああ、じゃあ俺、はい、ああ悪い、俺から言うと22時頃にアリスとアリスの部屋でだな。そうね、多分少し話をして、まあ、その後は自室に戻って寝た。そんぐらいだ俺は。何時に寝たかは覚えてないんだよね。いちいち見てなかったからな。それはわからん、そうね、私も同じようなものなんだけれど、22時頃ハーリーと会って人狼ウイルスについて話をしている。それからごめんなさい、今思い出したんだけれど、その後で、ハーリーと会って寝た後で日付が変わってしばらくした後、何か物音で目を覚ましたのよね。廊下から聞こえてて足音だとは思うんだけれど、24時頃に誰か出歩いた人間がいるってことよね。それもしかしたら使用人さんかもしれない。そうか、じゃあこの情報は役に立たないわね。次、うん、誰か言ってくれる？ニーナかラバーか。ラバーは私と話した後23時頃だったかな。それくらいの後、何をしていたの？俺は一番最後に研究所に入ったという可能性があるな。まああんまり言いたくなかったんだが。何時？その時モーリーの遺体を見た。そして人狼ウイルスは盗まれていた。それを確認したんだ。なぜそれを黙っていた？疑われたくないからな。それは何時？だいたい深夜2時頃。深夜2時頃。ちなみに何の用があって言ったんだ？俺は人狼ウイルスにちょっと興味があったから盗もうと思った。でもなかったんだ。ニーナは？つか2時頃に人狼ウイルスがなくて博士の死体があったっていうこと？そうだな。だ。じゃあラバーが言うなら私も言うね。実は0時頃に博士の部屋に私入ったんだ。その時博士がいなかったので、ウイルスらしきものも見当たらなかったの。ああ。つまり博士は深夜0時から深夜2時の間に誰かに殺されたってことだと思うの。ごめんね、黙ってて。俺はニーナが嘘をつくような人じゃないっていうことは分かってる。ニーナは殺してないってことだな。その時に博士さんがいなかったってことは別のところで殺した？でも人を殺した痕跡はない。さっき捜査本部の人がなんか丁寧にな痕跡を消したみたいな話をしてたと思うんだけど。してたな。それは研究室の話じゃないの？研究室もそうだし、俺たちの部屋もそういう形跡はなかったって言ってたはずだな。ニーナさんが言ってることが本当だったら、ゼロ時に博士さんは別のところに行って別のところで殺された。2時にラバーが研究室で死体を見ているんだよね。ああ。だから深夜の0時まで博士はどこかにいて、その後研究室に戻ってその後殺された。今2人が
研究室に実は行ってたっていう風にまあカミングアウトしたわけだが、実は俺以外にも博士が部屋に来たっていうやつはいないのか。私は本当にいないよ。残念ながら筋肉はない。はい、皆さんお時間終了です。投票に移ります。皆さん、投票結果の発表します。投票の結果、人狼だと思われ処刑されるのはアリス、あなたです。さあ、では皆さん、物語の真実と皆さんの各情報をお伝えして、その後勝利した人をお伝えいたします。物語の真実、博士が行っていた人間を人狼に変える実験、それは人類が人肉を食らう人狼となり、不老不死に近い能力を得ることができる研究だった。しかし博士の本当の目的は違う。モーリー博士かっこ女性の夢である毛深くて強い男性を作る研究だった。喜劇の参加者が館に入るとき、博士は参加者を見て驚いた。なんと可愛い顔をしているのでしょう。博士はハーリーに一目惚れしてしまったのだった。もっと毛深いならば理想の男なのに、そうだ、人狼にしてしまえば。博士はハーリーを理想の男性にするため、人体実験にハーリーを誘い、交際を申し込んだのだった。人狼ウイルスは公表すれば数億の値がつく代物。あなたに使ってあげたいの。しかし、ハーリーに断られてしまい、落ち込む彼女。しかも、ハーリーと話をしている間に研究員の目を盗み、幼女マナが人狼ウイルスを盗み出していた。研究室に戻り、しばらくして人狼ウイルスが盗まれたことに気づく博士。人狼ウイルスを知るハーリーが奪ったと勘違いし、怒り狂った。交際は断るのに私の夢だけ盗むなんてありえない。そうして彼女はハーリーの元に向かい襲いかかるも、返り討ちに遭ってしまったのだった。これが物語の皆さん、真実でした。なんだよ。待って、モーリーって女なの？はい、決して男とは一言も書いていませんね。ブロマイドのチェーンに関しては、うんうん、女性的な動きっていう表現だった。その通りです。あ、そうなんだ。勝利した人なんですが、人狼となったマナ、そしてカオ、アリス。アリスは処刑されましたが、実は勝利条件を満たしております。このあたりは物語の真実を聞きながら考えていきましょう。ではラバーから、ご自分の秘密にしておきたい情報、勝利条件、真実の姿を教えてください。深夜0時、部屋の外から物音がし、廊下を覗くと、モーリー博士の部屋の方に向かって歩くニーナを見かけている。人体実験の情報を盗もうと深夜2時に研究所に入った。その時モーリーの遺体を発見し、人狼ウイルスが盗まれているのを確認したんだ。だが疑われないよう黙って部屋に戻った。勝利条件は人狼を処刑すること。追加勝利条件は俺に向かってニーナが好きって言ってくれること。かわいい絵文字。言われたかったすごく言われたかった。聞きたかった。じゃあラバー、真実の姿いきましょうか。真実の姿、実はニーナのことが気になってしょうがない。この思いは恋だなんて認めたくないな。利用価値があるから利用しているだけ、そう自分に言い聞かせていた。ニーナが犯人かもしれないと思いながらも、他のやつに罪を着せてでも絶対に生き残ってほしい。誰が犯人だろうと関係ない。誰よりも純粋な心を持つ俺の瞳にはお前しか映っていないんだから。いやー、もっとアピールが。いやー、ごめんないや確かにかばってくれるなと思ってたけど悔しいということで、リーナ、じゃあ秘密にしておきたい情報からお願いします。博士に廊下で、この館は死者をも蘇る館、興味があったら後で私の部屋に来なさいと話しかけられたの。博士の話にすごく興味があって、情報を盗んで手に入れちゃおうかなって思って、深夜0時に博士の部屋に盗み入ったの。でも博士は留守で、部屋にはウイルスらしきものも見当たらなかった。
勝利条件、人狼を処刑する。追加勝利条件、議論中に博士を殺した犯人の名を、博士を殺したのはあなたよと共に宣言する。実はこの館に来る前にお父さんが借金を背負って自殺しまお父さんが借金を背負って自殺してしまっていたの。お父さんの借金なのだから私が返さなきゃ。大好きなお父さんの名誉のために館にやってきたんだけど、その館で研究をしているモーリー博士から死者を生き返らせる研究をしているって聞いたの。お父さんを生き返らせることができれば、そんな気持ちから博士の部屋に盗みに入っちゃ博士の部屋に盗みに入っちゃったんだけど、博士も人狼ウイルスも見つからず結局無駄足になってしまった。ラバー君はなぜか味方してくれるし、都合のいい男の子だなって思ってる。ニーナニーナニーナはい、では続きましてマナちゃん。はい、使用人さんとお部屋に戻った後、何話してたのかなって気になって、博士さんとハーリーさんの話を聞きに部屋に出て、ドア越しに話を聞きました。その後ウイルスに興味を持ち、すぐに研究室へ向かいました。研究室では研究員さんと会ったけど、子供だからって油断しているところ、シュッシュッシュッとウイルスを盗みました。その後自室に戻り、人狼ウイルスを摂取しています。アリバイ作りのために使用人さんを呼んで眠りにつきました。朝、遺体発見後、研究室呼び出された時に、注射器を研究室に置いて、使用人さんに発見してもらいました。勝利条件、処刑されない。真実の姿。私は夕食後部屋に戻った後、ハーリーさんの部屋の会話が気になってすぐに盗み聞きに行ったよ。人狼ウイルス。ママに見せたら喜んでくれるかな。博士さんがハーリーさんの部屋から出てくる前に研究室に行って、研究員さんにウイルスの場所を聞いたよ。研究員さんがどうして子供と油断してるうちに、こっそり人狼ウイルスをくすねちゃった。子供の姿をしたマナ。けど本当は、ニーナと大して変わんない。あの事件をきっかけに、私の成長が止まってしまった。子供の姿のまま大人になって、ママのために、ずーっとずーっと頑張るの。そして今日、人狼となり、永遠の命を手に入れた。同い年かよ。はい、同い年です。スピンオフがあるっていうことですか？そうですね、あの裏設定的にマナはあの成長が止まってるだけで、実は女子高生と同じ年齢です。JK です。ほんまやし、ほんまやし。タピオカ食うか。食べる。ゴーホーロリ、ゴーホーロリ。ゴーホーロリなんだ。ではでは、アリス行きましょうか。アリスがね、多分、はい、あの行動皆さん不可解だったと思うのですが、アリスの内容がわかるかと思います。ハーリーと会ってウイルスの存在を聞いた時に思ったの。自分が人狼になって全てを破壊しちゃおうって。その後博士に会いに研究室に行って、人狼ウイルスの被験体になりたいわって言ったのに断られたわ。その時ウイルスがないことに博士が気づいて慌てて研究室を出て行った。博士はあいつしか犯人足りえないってつぶやいてたわね。勝利条件、人狼を生存させる。追加勝利条件、議論中にハーリーにアリス様はすごいと褒める発言をさせる。なんだって。アリス様はすごい。リピートアフタミー。アリス様はすごい。はい、せーの。
誰も言わない。あれ、おかしいの。もう一回行こうかな。リピートアフターミー。アリス様すごい。ハーリー、ハーリー、ハーリー。二度というもんか。はい、ということでね、あのアリスはこれのおかげで勝利条件達成しています。何になりきってるなって思ってたらそういうことだった。すごい。いや、言ってくれて助かりましたね、ハーリーね。ありがとう。もう早めに勝利条件決まったわって思ってました。そう、あと人狼が誰かなって思ってて、まあハーリー以外だろうなって思ってたんで。それで殺したんだ。そう。ハーリーは多分犯人だと思ったので、本当の。リピートアフターミー、ニーナ。俺が好き。つらい。じゃあ真実の姿、はい、いきましょうか。読みますね。両親に煙たがら、ごめんなさい。両親に煙たがられて捨てられるように喜劇の館に来たってのは、まあみんな知ってるわよね。素行が荒れに荒れた私は大人たちの手に余ったみたいね。いい君。私は大人たちにどうやって復讐すればいいのかを考えていたわ。それで、そうだ、人狼になった人がいるならその人を守ればきっとこの世界をめちゃくちゃにしてくれるって思ったの。そう、私の反抗期は世界中の大人を人を狂わせたってことよ。イエーイ。はい、お見事です。アリスの、そういう役の人もいるんですね、このマダーミステリーは。本来ないんですけども、ちょっと人狼っぽくしてみたので狂人を含めてみました。ということで、アリスは議論をかき乱していたようです。うん、イエーイ。お見事な勝利条件でした。で、ありがとうございます。見事、出しにされたハーリー、いきますか。おう。博士を殺した犯人のあなた、20時に博士からウイルスの研究について聞く。博士はハーリーに興味があり、人体実験サンプルにと企んでいたようだ。23時半。部屋にモーリー博士が来訪し、襲いかかってきた。屋敷から脱出できるように館の倉庫からくすねたロープを使い、考察。証拠をすべて消し、1時頃博士を研究室に運び、凶器を研究室に置いて自室に戻ったのだった。勝利条件、人狼を処刑する。追加勝利条件、議論中、人狼ウイルスを盗んだ犯人と、殺人犯は同一人物と他者に発言させる。議論中に全員に聞く必要があり。あら、これ追加処理条件もアリス様が潰しましたね。そうです、うん、もう諦めましたよね。なるほど、ね、そういうことか。これアリス様は天才なのではないですか、ハリーさん。めちゃめちゃいい動きしてた。ありがとうございます。天才やったぜ。来い。ありがとう。ハリー、あの3声目もあるんで頑張ってくださいね。はい。じゃあハーリーさん、あのアリス様に向かって真実の姿を教えてください。かしこまりました。真実の姿。やばいやばいやばい、博士を勢いで殺してしまった。博士に猛烈に求婚され戸惑っていた。顔は可愛くてとても素敵、あと足りないのは男らしさ。人狼になれば毛深く素敵な男性になれるの。女性と一度も付き合ったことのないハーリー、博士の誘いを断ったものの、再度部屋に博士が来た時は鬼のような形相をして迫ってきたため、身の危険を感じ館から逃げる予定でくすねたロープで首を絞めて殺してしまった。人狼ウイルスは盗んでいない。でも自分が博士を殺したのもバレたくない。モテる男は辛いぜ。今、ハーリーは人生で一番の決め顔をしていた。アリス様は？トラウマになっちゃうよ。やめてよ。これ以上やめてよ。これ以上しない方がいい？お願いします。あと一回だけ？あ、最後の最後に言う？あ、じゃあそれで締めます。そうしましょうか。そうしましょうか。じゃあハリー、元気よくいきましょうね。リピートアフターミー、アリス様はすごい。
アリス様はすごい。グッドボーイ、よくできました。ニーナ、リピートアフターミー、ラバー君が好き。またね、バイバイ。